当に扱ってよね。添い寝くらい平気よ。どうしたの？うん、しょうがない。な、なに？どうしたんだよセブン。ちょっとお腹が空いちゃったのよ。じゃあ何か食べに行くか。やめておくわ。ほら、私って今育ち盛りの年齢でしょ。まあそうだな。だから VR での食事はそこそこにして、ちゃんとリアルでたくさん栄養価を取ることにしてるのよ。なるほど。それで我慢を。そういうこと。さあ、空腹感を忘れるためにもここはぐっすり眠ることにするわ。この忍耐は今後私が健康で美しい女性に成長するために必要なステップなのよ。リアルな肉体はデリケートだから、若いうちから状態に気を使わないとね。おう。始まりの街の西側にある新しいハンバーガー屋さんよりも将来のことが気になるもの。かなり無理してるな。というわけでおやすみなさい。まあおやすみ。絶対大きくなってやるんだから。背の高いセブンってちょっと想像つかないな。あれ俺も寝ちゃってたか。なんだか腕が重いな。何かにまとわりつかれてるような感じが。おいセブン、俺の腕に噛みつくなって。おいしいわ。ひょっとして食事をする夢を見ているのか。こっちのポテトも。おい、そんなにガブガブ噛むなって。オレンジジュース。噛んだ後は吸い付きか。あれ、いや、やっと起きてくれたセブン。俺から一つお願いがあるんだ。え？我慢せず何か食べてくれ。セブンの空腹はいろんな意味で危険すぎるからさ。